さあ体育祭もいよいよ後半、続いての競技は綱引き。綱引きか、いきなり私たちのクラスらしいよ。よっしゃ絶対勝とうぜ。それでは縄に並んでください。さあ相手のクラスどんなんだろう。よっしゃやるぞおめえら。うん、あれ本当に高校生。相手の2年3組弱いから助っ人雇ったらしいよ。そんなんあり。おいおいおい、助っ人で来てみたらこんなガキどもが相手か。笑っちまうな。おいおいおい、助っ人が来ると思ったらこんな筋肉バカが相手か。笑っちまうな。すえなお前ら。ガキどもぶっ潰してやるよ。かかってこいよ。それでは綱引きを開始します。よーいドン。うわー、やっぱめっちゃ強い。もう引っ張られてる。やっぱクソ上じゃねえか。一瞬で終わらせてやるぜ。サタン、オッケー。永遠に闇の中をさまよう。くらえデビルマスク。なんだ、目の前が真っ暗に。よし、相手の力が弱まった。さすがサタンの魔法。うん、黒マスクつけただけじゃね。次は私のターン、いくわよ。ローショングレネード。な、手が滑って引っ張れねえ。すげえゆりちゃん、うん、ローション巻いただけだけど。さあ次は俺が行くぜ。お、ジェロ何すんだ。俺の甘々イケボイスで奴らを眠らせる。そんなんできんの。ほら敵さんこっち見て。あ、今日も疲れてるやろ。はよねえや。ネタすげえ甘々イケボイス。さあ今のうちにトイさんとオタク君。オッケー。え、私何すんの。勝利を呼び寄せる動物がいるだろう。え、あ、まさか。さあ引っ張れ、トイさんとオタク君。そしてアルパカ。うわ、って、あれやべえ、寝ちまってた。周りのやつも寝てやがる。まあいい、こんなの俺一人で十分だ。行くぞ。んって、なんだこいつ。おい、どけ、おい、どけ。やだ、とどめだ。いけー。2年2組赤組の勝利でーす。よっしゃー。やったー。参ったぜ、さっきはあんな言い方して悪かった。お前たちのチームワークに乾杯だ。ありがとう、あんたたちも手強かったよ。またやろうぜブラザー。ああ、ちょっと感動的だね。ルールめちゃくちゃだったけど。